こんばんは。続々と、参加していただいてありがとうございます。本日のネクストハウスデザインのインスタライブは、今日はいつもとちょっと場所を変えまして、こちら、なんか素敵なこうキッチンがありますね。宇都宮市元今泉町にありますウッドワンさんのショールームに、来ています。本当は営業時間17時までなんですけど、今日はなんか遅くまで仕事してますわね。では早速中に入ってみたいと思います。どうもこんばんは。こんばんは。お、今、視聴者の方15名です。ありがとうございます。今日のテーマは何でしたっけ、赤羽さん。今日のテーマは、キッチンの選び方というのがテーマです。はい、はい、キッチンの選び方、はい、なかなか難しいですよね。で、今日は、ウッドワンさんのショールームに、来てますので、今日の特別ゲストはこちらの、はい、ショールーム担当してます長澤と申します。よろしくお願いします。長澤さんに質問来てます。はい、早い。長澤さん何歳ですか。30歳です。あ、そうなんだ。はい、平成元年生まれです。キッチンのことの説明もください。まあこれからね、ご案内はさせていただくんですけど、はい、たくさん素敵なキッチンがありますよね。はい、ありがとうございます。じゃあ、そうですね、じゃあせっかくなんで、はい、じゃあ、あちらの方からちょっと説明していただきましょう。はい、ヒロさんからお綺麗ですねっていうコメントがあって、これ、ありがとうございます。これはもちろん長澤さんのことですよね。いろいろちょっとパーツがね、わざとこういうふうに外してあるんですけれども、入り口入ってすぐ左側にあるキッチン、こちらのキッチンっていうのが、無垢のキッチンってそもそもやっぱり高そうっていう風なイメージを持たれてる方が多いので、セットプランになってる弊社の商品名でいうとトリコセレクトパックというキッチンの展示がされてます。トリコ、トリコ、トリコ、トリコで、ウッドワンのキッチンの場合はトリコとスイージという2パターンのキッチンがあるんですけれども、一番の違いこちらですね。スイージはこちらになります。はい、もう使ってるこういった扉の面材に関してはこっちに展示があるものもこちらに展示があるものも同じパイン材、松の木で、無垢材ですね、無垢の木になります。全部本物の木になってます。こちらとこちらも同じ、ね、同じです、はい、ちょっと色味が違って見えますけど、はい、カラーバリエーションがこちらの商品はホワイト、ミディアムブラウン、ナチュラルの3パターンで商品展開をしていて、こちらのタイプはホワイト。なるほど、ホワイトですね。はい、これは結構人気あるんですか。どうしても例えば木のキッチンにしたいんだけれども予算を落としたいとか、うん、そういった場合にご採用していただく方がいらっしゃいますね。ただ一番の違いっていうのが、もうこの辺りはキャビネットの中の説明の方に行ってしまうんですけど、かなり中の収納が、まあ、シンプルというか簡素的というか、うん、なので包丁刺ししか中に入っていないですね。普通はこっちで、これがちょっと中映してもらう、こういった形でキャビネットの中っていうのが包丁刺しのみ、ここですね。なるほど、なるほど。はい、で、まあ細かいことを言うと、こういった底板とかにも本来はステンレスの板が貼られていたりとか、
まあ、汚れてもお手入れが簡単なようになってるんですが、そこの部分っていうのが、まあ、ちょっとこう省かれた仕様になってるので価格がぐっと抑えられる、はい、ウッドワンっていうとこれですよね。本来はやっぱりこれこちらですかね。これですか。あれ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  あるんですね。こういったフレームキッチンの、そうさあかっこいいですね。ありがとうございます。これなんていうやつ商品なんですか。これはもう黒幕フレームキッチンという商品になります。使ってる木の材種は先ほど見てもらったものとは違ってオークといってゾウムリの実がなるタイプのものになります。え、このキッチンからどんぐりができるんですか。このキッチンからどんぐりができていた。この木が何ですか。オーク。オークです。で、オークと松の木、耐陰剤の2種類でご用意はございます。こちらのタイプ。はい、はい、なるほど。はい、これ人気はやっぱりオーク。オークが一番の人気ですね。からじゃあちょっと近づいて。そうですね、あのここちょっとだけ嫌なのがとこ靴を脱がないといけないとかちょっとあれなんでちょっと時間かかりますけど、このキッチン結構あれですよね。あの長澤さんの質問来てますよ。質問来てますよ。ほら結構来てる。でね、ほら美人ですね。嬉しい。ほら可愛いですね。嬉しい、ありがとうございます。こちらのタイプは引き出しがね、ないのが30歳に見えないです。これって結構あれですよね、ドラマとかでもよく撮影に使われてますよね。使われてます。ちょっと最近のは出してないんですけれども、結構ウッドワンのキッチンなんかちょっとだいぶ前になっちゃうんですけど、まあ、高嶺の花とか、まあ、ちょっと前、うちの夫は仕事ができないとか。あ、それはドラマのタイプ。ドラマの、はい。誰かをこう誹謗中傷してるものではないですね。こういった今テレビドラマとかでもスイージーのキッチンに採用してもらってるので、まあ、見る機会が増えた、うん、ドラマを見ていいなって思っていただいたっていう方がショールームに来る方なんかもいらっしゃいます。あ、そうなんですか。はい、ドラマを見ただけででもそのメーカーさんにたどり着くってすごいですね。結構見てる人は見てます。うん、だからデザイン協力っていうドラマのあそこの一瞬パッて映るところとかを、あ、なるほど、ね、録画してる人とかは結構見てて、家具選びとかでもそこのメーカー見てきましたとか。キッチンとかってやっぱなんだろう、うん、イメージ的に最初、はい、リクシルとかトートパナソニックってイメージあるじゃないですか。はい、その中で、うん、結構安くはないと思うんですよ。安くはないですよね。はい、割と結構高めじゃないですか。そうですね。でもそれに何だろう、見合ったというかやっぱこう特徴って、うん、もう一番は無垢材っていうのがやっぱり本物の木なので、木の成長っていうのは人間の都合のいいようには成長はしてくれないので、まあ、それが、まあ、日本だけではなくて、まあ、世界各国の木の、うん、まあ、木を輸入して、まあ、日本の工場でこういった風にキッチンとか、うん、まあ、うちなんかは床とかね、建具関係とかも取り扱いがあるので、まあ、商品にしてる、うん、やっぱそこの部分ではやっぱり、まあ、なんていうの、メーカー批判みたいになっちゃうのは嫌なんですけど、いいっすよ、そういうの。あの、どうしてもこうシート、メラミン化粧板とかの、うん、ま、木目柄っていうものとはやはり価格帯の違いっていうのは出てしまっても、うん、まあ、私の中では仕方ないというか、うん、でその分やっぱりこうちゃんと見てもあのカメラなんかでもね、しっかり写してもらうと無垢材ならではの木目の良さっていうのもあるので、ちょっとこのカメラで どこまで伝わるかちょっとわからないんですけど。あら、トラフとかあるかな。あ、これとかですよね。トラフって専門用語。女性なんかだと私ショールームで妊娠線ですとか肉割れですっていうふうにお伝えするんですけど、こういったトラフがあったりとか白いところがあるっていういろんな表情を見せてくれるのが無垢の木ならではですよね。そうですね。ここの天板、はい、これって木以外にも変えられるんですか。ここ例えば中にはほら、うん、やっぱり木がこれ大丈夫なの
そうですよね。一応こちらの天板は 木製のものとステンレス製のもので2パターンでご用意はさせてもらってます、うん、でもこれ木でもなんだろう、まな板とか、はい、使っても全然大丈夫です。濡れても大丈夫、はい、こちらのものっていうのが一応工場の方でウレタン塗装といって6回コーティングをかけてます。なので、まあ、一番上だけなんですけれどもお水とか傷にも強い加工がされてますね、うん、下のものは4回なのでちょっとねこれショールーム来てもらって触ってもらったりすると実は上と下の触り心地って違うんです。本当だ、違います、全然違う、ツルッツル、それだけコーティングのね厚みも違うんだよっていうこういった工夫もされてます。あ、違いますね。どっち選ぶ人の方が多いですか。木製の方が多いです。あ、そうなんだ、はい、これがまな板の代わりになったりするんですか。あ、しないです。それはやめてくださいそれはダメですこれかっこいいですね。これスッと三栄水泉さんのですね。三栄水泉、はい、一応日本製の水泉なのでまあ結構海外製の水泉も食洗機とか機器類も取り揃えがあるんですけど、まあ、日本製って聞くと安心して選びやすいねって言ってくださる方多いです。さっきね、せっかくお話をいただいたので、おー、はいはい、いきますね。ちょっと あれ、こう、木の上に醤油が大丈夫なんですか。ご安心ください先ほどお話しでご説明させていただいた通りしっかりこうコーティングかかっているので拭き取っていただければシミにはなりません。おー、全く分かんないですね。でこのウレタン塗装って半永久なので塗り直しの必要っていうのは基本的にはないんですね。はい、はい、質問が来てますね。テーブルも同じ木ですかって質問ですね。テーブルも同じ木です。ただ細かいこと言うとこっちは奈良の木、うん、あ、また違う。こっちオークでこっち奈良。え、違う。はい、奈良の方がオークよりも木目の出方が少しこう繊細というか、うん、結構ショールームのお客様とかに説明してるんですけどこのテーブルと、まあ、オークの違い、奈良とオークだと、うん、オークの方がちょっとワイルドな印象、奈良だと少しこう都会の美人なお姉さんみたいなちょっとこう洗礼されたような、こっちの方が野生的な、野生的な感じ。長澤さんはどっちですか。だから、こっちかな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 。じゃあこのテーブルもウッドアーム商品です。あ、そうなんですね。ちなみに私自宅これです。買いました。すごい安かったです。これは拭けるんですか。拭けます。これもウレタンのコーティングかかっているので、中地さんから長澤っち頑張れとコメントありがとう IH。 この IH はドイツ製のガゲナウという、ガゲナウ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 というメーカーですね。こちらですね。これあれリモコンスイッチなくないですか。スイッチ、スイッチが、まあ、磁石しかね、これしかついてないんですけど、電源ボタン押します。こちら、はいはい、うん、押して今こちら点灯しました。取ってしまうともう操作できなくなるので、これをつなげた状態 で好きな位置に、例えばここだとしたら、はい、こう押せば、そうです。おー、すげえ、すごい入ってる、はい、しかもかっこいい、かっこいい。ここの薄さ、あー、ここね、ここ、あー、なるほど俺これ結構好きですね。これバイブレーションの天板ですね。そうこれ、このステンレスの感じですね。そう、はい、これ何でしたっけ。これがバイブレーションの仕上げになってます。ちょっとこれで分かりますかね、皆様。これいろいろありますよね、ヘアラインとか、はい、バイブレーション、エンボス、うん、ちょ3種類でステンレスはご用意させてもらってます。でもこれ素敵ってことはこいい、ね、お高いんでしょうそんなことないですよ高すぎないのがウッドアの魅力です。お、素晴らしい。これってなくしたらどうだろう。1万円でお買い求めいただきます。はい、今これ入れた人、入れた人でも結構いますよ。あ、そうなんだ、うん、これの大きな特徴っていうのが
まあ、日本で、まあ、一般的に使われてる IH、うん、まあ、普通の電子レンジとか家電とかと比べると電磁波っていうのが少ないは少ないでもより少なくて、ここのメーカーさん、ガゲナオさんのメーカーさんは30センチも離れると人体に与えられる電磁波っていうのがもう届かないって言われてるんですよ。あ、そうなんだ。なので私1回だけお会いしたことあるんですけど、電磁波アレルギーの人いたんですよ。プリウスとか乗れないとか。なるほどね。川口携帯は？携帯も持てない。だからもう辛いって頭痛と、もうずっとこう貧血みたいな状態になっちゃう。だからもう家中その電磁波を逃がすような作りをしないといけなくって、もうここのメーカーさんのが特注とかじゃなくて標準で入るのを探したらウッドワンさんにたどり着いたって言ってくださった方もいらっしゃったので、ただそういう方の方がまれ。やっぱりこのデザイン、見た目かっこよい、見た目かっこいいですよね、すっきりして、そういったもので選んでいただく方の方が多いです。ヒロ王さんからコメント来てるんですけど、最新の IH ですか、魚焼きグリルはないのですか。はい、最新の IH というわけではないんですけど、結構もう前からあるデザインなので。ほら、ドイツ製。はい。でも海外製ってあれですか、魚焼き器ってそもそもついてない。ついてないです。あの、逆にグリルがあるのは日本だけです。あ、そうなんだ。あの、海外ではついてないのが主流になっているので。そうですね。はい。ここの2つの鍵括弧の四角の部分、この部分にオプションでこう鉄板を置けるんですよ。はいはいはい。で、その鉄板の上でお魚焼いたりとかお肉焼いたりとか、だからもう海外の方だともうバーベキューがここでできるっていうようなイメージですね。なるほど。はい。これは結構ここはね、なんかこう普通の鍋とかでも使える。使えます。あ、IH 対応の普通のお鍋であれば対応はしてますね。後付けとかでもないんですよね。後付けとかでもないです。まあまあ、もともと向こうでそういう文化がないからってことですね。そうですね。やっぱ見た目が一番かっこいいっていうのと、あとお子様にこういじられちゃったりするのが怖いっていう人は、この操作パネルをもう取っちゃって、換気扇とか、あの冷蔵庫とかにポンとつけとくと、お子様がこう火遊びをしないというか、まあ火はね出ないんですけれども。まあでも自分ももう、まあどうせなんかあれ掃除も大変じゃないですか。はい。だからもともといらない派だったんですけど、これ魚焼き。でも最近あの家事ヤロウっていう番組見てるんですけど、はい、あれで魚焼きグリルの活用方法めっちゃやってて、魚焼くだけじゃなくて、こういろんな野菜焼いたりとか、普通のオーブンよりこう温度がなんか高くなるらしいんで、ね、あ、でもそれを改めて見直したんですけど、それにはないということです。はい。あの、海外製だけじゃなくって、普通に日本製のね、ものなんかもあるので。これが、あ、そのカタログ？あ、それはね、カレンダー。すみません。向こうですね。こちらですね。はい。はい、じゃあ、向こうに渡ってみます。もちろん日本製のものもご用意があって、こちら日立さんのメーカー。IH になります、はい、サンクチャー IH で、お魚もこちらで焼くことができます。はい、はい、ね、はい、あとはちょっとね、こういったオプションで、あ、オプションに普通はなっちゃうんですけど、日立さん標準でオーブン皿ついてくるので、こういったところでグラタンのお皿とかちょっと浅めのやつとかであればガサッと入れてオーブンとしてもお使いいただけます。このキッチンが何ていうキッチンですか。こちらは 3J の NZ20 というシリーズのキッチンになります。先ほど話したあの白いキッチンと、まあ、仲間ですね、うん、ただちょっとお話飛んじゃってたんですけれども、シンクの中身、ちょっとお水が斜めになってる、すみません。シンクの中身は一番最初ね、包丁刺ししかないよって話してたんですけど、うん、こちらのタイプは底板もステンレスが貼られて、うん、そうですね、まな板入れとか包丁刺しっていうのがもう標準で入ってきてます。これステンレスだと何かいいことってあるんですか。やっぱりお手入れしやすいですね。なんかこう液体、お醤油とかみりんとか置いとくと、知らない間にこう輪染みになってたりすることあると思うんですよ。そういった時にやっぱりさっと拭き取りやすいっていうのはあるかもしれないです。そうか、掃除しやすいんですね。掃除はしやすいですね。
とは衛生的に保ちやすいっていうのは一番のメリットかなと思います。あれはこっちは、こちらがですね、ウォールナット。これも同じ、同じスイージーになります。あ、長澤さん質問。はい、ひろさんから。はい、収納はどのくらい入るんですか。収納はちょっとこれ一般的なキッチンよりも15センチちっちゃいタイプのものになるんですけど、一回全部引き出し開けますね。はい、ちょっと引いてみます。こんな感じで。ここも結構入りますよね。下も入ります。下はあのビールのカンカン500ミリが立った状態で収納できるので、かなり使い勝手はいいかなとは思います。でこういったところちょっと開かないんですけど、まあ、シンクのところとアンダーストッカーで、食洗機入れる場合はシンクの横に食洗機で、下にちょっと深いタイプの収納が来て、通常であれば一般的な2555センチのキッチンだと、ここに30センチの引き出しがプラスで入ってきます。なので収納自体はかなり。あ、長澤さん、はい、あと1個質問。はい、キッチンの高さ選べますか。選べます。80センチ、85センチ、90センチで選んでいただけます。これは何センチなんですか。こちらは90センチです。長澤さん身長いくつですか。152センチです。一回下ってもらっていいですか。はい152だと長澤さんだとちょっと高い。ちょっと高いですね。洗い物なんかは90センチの方がしやすいので、私ぐらいの身長でも選ばれる人がいます。あとは IH であればこういったお鍋とかが多少深くても、うん、まあ、回しやすい。理想の高さって使いやすい高さってあるんですか。身長によって分かれてしまうんですけど、一般的には85センチが多いかもしれないですね、うん。まあ、低すぎても使いにくいし、使いにくいと思います。ヒロさんコメントありがとうございます。さっき その高さ、はい、でそれによって価格は変わりますか。変わらないです。全部同じ金額でご案内してます。でこれはちょっと自分の思ってすごいと思ったことなんですけど、何でしょう。85センチのキッチンのこのアンダーストッカーの部分でカンカンの500は入る。でも90センチのアンダーストッカーは500ミリのペットボトルまで入るんですよ。85センチは入らない。あー、なるほど。キャップがどうしても85だと当たっちゃうんですけど、うん、90センチ選ばれる人のすごいいいなと思ったところが、はい、ペットボトルごと入る。これはご案内したりとかしててお客様が実際スポン、うん、入るじゃん、うんうん、って言って驚いて、じゃあこっちは入れたらあれ入んなってなったんですよ ね。それによって90にするって人も中にいます。います。あ、いるんだ。ここにお水収納しときたいっていう人とか。あ、そっかそっか。まあでもそれが理由で選ぶってどうなんだろうと思います。確かに、ね、使い勝手が一番だと思いますよ。このキッチンと、はい、こっちは物は一緒。物は別です。こちらがマジの木、うん、こっちはクルミの木になるので木の材所自体が違います。クルミの木、食洗機すごいですか。はい、正面から見ていただくと全てこうオール扉面材のステンレス。さっきのやつと違いますね。はい、ミーレというドイツ製の食洗機になります。食洗機といったらミーレですよね。食洗機といったらミーレですね。で中開けてみると3段の引き出し。鍋とかも全然入ります。入っちゃいます。で1日1回を洗っていただくような形ですね。じゃあ朝とか使ったものはもう入れっぱなしで、夜も入れて一気に回す。はい、もう海外がやっぱそういう感じだ。海外はそうですね。なんかやっぱりこう食べたらすぐ洗うっていうような、うん、そういった多分規律正しいっていうよりかは、うん、もういかに機械に任せるかっていうのが、うん、まあ、重視されてるのかななんて思いますね。やっぱり日本製のものだとこういった中の部分、食洗機の中の部分っていうのがプラスチックでどうしてもできているので、
まあ、そういった耐久性考えると海外製のこのミーレとか、うん、他のメーカーさんのものもそうなんですけど、ステンレスでできてるっていうのはかなり耐久性だったり衛生面は強いんじゃないのかなと思います。ショールームに来られる方、私案内する人結構もうミーレを、うん、もう絶対譲れないって考えてもなかったけどミーレがいいっていう風に選ばれる方多いですよ。中にはもう最初からミーレが入れたいんですって言って来る人もやっぱりいます。他社さんだと標準で入らないので、ウッドワンさんだったら標準で入るからウッドワンに来ましたって言っていただける方もいらっしゃいます。ああそうなんだ、はい、ヒロさんからコメント入りましたよ。はい、うちと一緒ですね、水野辺さん、大きくてつけて正解でしたってあ、ミーレ入れたんですね。これはすごいあったら便利だと思います。いやめちゃくちゃいいですよねこれ、うん、意外と日本製のものとランニングコストとかね、水道代とかどうなのって言われるんですけど、うん、大して変わんない、あの 4.5円ぐらいしか変わんない。これ洗剤ってなんかあるんですか、ミーレ専なんかこの専用の食洗剤とかって専用洗剤がついてきます。ただちょっとコスパ悪いです。1回1粒で30円ぐらい、あまり売ってるとこもないです。ネットですね、もうネットで買ってもらうしかないんで、その時はもう市販のスーパーで売ってるジェルボールとかタブレットのやつでも全然大丈夫です。こだわりたい、もうあの普通の食洗機入れたいってお客さんに言われたらやめた方がいいって自分言いますよ、ね、見入れにするかつけないかどっちか。いやでも本当それだけやっぱね、これはいい、これはいいです、絶対あった方がいい。見た目もやっぱりかっこいいですよね。かっこいいですね。でステンレスに、ステンレスの天板、うん、でこれって同じ素材じゃないですか、うん、要は人工的なものではない。で無垢のキッチンっていう風になると、うん、やっぱりここの部分でかなり相性なんかはいいのかなって思います。長澤さん質問来てます。はい、洗浄力すごいんですか。洗浄力すごいです、逆に優秀すぎてしまって、日本製の食洗機は予洗いが必要だから予洗いして入れるからですよねって言われるんですけど、うん、予洗いって事前に手でゆすぐとか水で流しとく、うん、それをやっちゃうとミーレが あこいつ綺麗だって誤認証してしまって洗わなくなっちゃうんですよ、そこの部分。そんな機能ついてるんですか。センサーで全部汚れを判断してくれるので、予洗いしちゃダメです。汚れたまんまでギトギトの状態で入れてあげてください。ご飯粒もついたまま？全部ついたまま。チョコレートとか、なんかこうお菓子作ってもギトギトの状態で入れとく。それをやるときれいに落ちます。あ、そう。はい。あとは何かありますかね。これ鍋とかでも汚れとか全然落ちます。落ちちゃいます。本当にミーレの食洗機はちょっと開けっぱなしにしときます。おすすめです。こういう黄色いアームがついてるところもね、全部こう可動で動いてくるので、見えますかね、高さが変わったりとか、ここの部分も上に上げることができるので、背の高いお鍋とか、片方だけ背が高いお鍋やるときはこう斜めにしたりとか、工夫をして使っていただけますね。あとはなんといっても日本ではなかなかないですが、ホームパーティーのね、うん、文化が向こうにはあるので、こういったシャンパングラスとかワイングラスとかを止めておけるラックがついてるっていうのはなんといってもすごいですねこれ。ヒロさんからリンスエイドがなくなりましたって入ってました。リンスエイド買いましょうか。でもちゃんと使われてるんですね。結構私の知ってる方、入れない、匂いが苦手とかっていう方いらっしゃるので。リースエイドとはこれですね、水切りを良くするための、はい、たまに使った方がいいやつですよね。そうですね、毎日使う必要ないですよね。うんうん、あとね、質問来てます。またはい、乾燥はできますかって。乾燥はできません。え、ミーレの食洗機は乾燥機能が実はついていないんです。うそ。はい、なので風で乾かすっていうのではなくて、65度の温度で洗って、この側面のところ、目では見えないんですけれども、後ろ側の実はお水が通るパイプがついてるんですよ。でそこに冷水を通すことによって、側面のところに結露を発生させる、
要は外側を冷やして中を奪う、ね、ついてるものとついてないものあるんですけど、ミーレって基本的に洗い終わるとここ勝手に出ててくれるので乾きやすくはなります。これが一般的なサイズ。ミーレ一回り小さいのか、45センチのサイズもあります。これこれぐらいです、はい、おすすめはやっぱり60センチのやつミーレを入れる45入れるとやっぱ後々80にしとけばよかったなっていうのもあるの。絶対思うと思う。はい。この間のマスクのお客さんはちょっとサイズの問題でどんどん出てきて。はい。50センチと45センチ。あと今展示がないんですけど、今年の春から RAA というメーカーさんも扱うことになったので、ちょっと調べて。まあ展示。有名なメーカーですね。ドイツのメーカーさんです。なんかちょっと手動なんかですごい恥ずかしいんですけど、IAさんの場合だとここの部分結構剪定したいんだけれども、こうかがまなきゃいけないっていう問題が出てくるので、腰が悪いとかっていう方はなんかやっぱ懸念材料になってくるわけですよ。でそこの部分で IAここにアームがついていて、ぐわっと上がってくる。これちょっとね、YouTube RAA芸食洗機YouTube で RAA芸食洗機ってやると動画出てくるので見てもらえると私もショールームでこれこんな感じですって YouTube 見てます。RAA芸も入れられる。入れられます。あ、タイジさんから質問がありますね。ミーレの扉はステンレスしかないんですか。ミーレの扉はステンレスと木製のタイプで選んでいただけます。木製だともうここまで全部動く。このタイプのものだと全部ステンレスになっちゃうんですけど、通常だとこのカタログ映ってますかね、これ45センチの光っちゃうかな、45センチのミーレになるんですけど、上にこういう風に操作パネルがあって、下は木製の無垢のこのキッチンのパネル、あ、というとなんかよりキッチンと一体感がありますね。そうですね。それは60だとできない。60でもできます。あ、できる。このタイプだとこのデザインしかないっていうだけですね、うんうん、これの60センチバージョンっていうのももちろん商品として取り揃えはございません。どっち選ぶ人が多いですか。最近でもこっち増えました、一体型になってるもの、はい、あのこれこれ、うん、まあでもそれかっこいいですよ。かっこいいです。これはこれはリンナレさんが出してる四口のガス。あれこれ三口、あ、はハーマンでした。ハーマンです。三口だとハーマンでグリルがあるんですけど、グリルがいらないけどかっこいいやつがいいっていう方はこちらのリンナレさんのもの。これがかっこいいですよね。そうです。つまみがかっこいい、かっこいいですね。業務用の感じ。まあね、残念ながらね、うちも標準でついてるガスコンロはかっこ悪いですからね申し訳ないけど掃除も結構しやすいんですか。掃除は簡単ですね。ごとく外してもらって、これ一体型なのでカパッと2つしかついてないです。で、ここを外すだけ。ここの周りは中のこう吹きこぼれで中に汚れが入っててしまわないようにって言って一体成形なんですね。ここの天板とこちらっていうのが。なるほど、なるほど。なのでお掃除するのはここの部分だけ、これだけです。普通のガスコンロって結構掃除めんどくさいですよね。めんどくさいですね。こういっぱい外すのがあって、ここら辺とかにもすごいこう吹きこぼれた時の汚れがたまったりしてますもんね。あと中もすごいことになってますよ、うちのガスコンロこういうところね、この蓋の中そうですね。オレンジフードは、はい、これもやっぱかっこいいですね。すっきりして、これがアリアフィーナというメーカーのステンレスのレンジフードになります。でお掃除なんかも非常に簡単なタイプのもので、まあこういった天板をステンレスにされる方なんかだとステンレスのレンジフードっていうのをおすすめしてます。ステンレス以外もありますけどね。これ色はこのシルバー以外もあるんですか。この、ステンレス素材のものとホワイト、あとブラック。あ、黒もある。はい、黒もございます。上も映していいですか。あ、どうぞどうぞ。ここに溜まってたりします。
この間拭いたはず。これって簡単にこうあれですか、取り外しもできます。で、私あの身長が小さいので手が届かないので、こうパーツがもう最初から外れてしまってるんですけど、どうしようかな。これ赤羽さん中に入れてもらっていいですか。パチッと止まりましたね。で、これを上に差し込んでもらって、上先かな、標準の形、もうこの状態見えますかね。ここに油受けがあるので、ポタポタと油が溜まるのがここ、これをスライドさせて取って、簡単です。この中油を捨てて洗ってください。あとどれぐらいのペースで捨てればいいんですか。各家庭によって違うので何とも言えない、一概には言えないんですけど、基本は3ヶ月に1回です。中のお掃除も3ヶ月に1回が目安とされてます。実際それぐらいやってる人いますか。たまにあの普通やらないですよねなんて言うと、うん、たまになんか、え、私やってるんですよとかって奥様から言われてしまう、すっごい気まずい雰囲気になることとかありますね。やらないんですか長澤さんとかって逆にすいません、やってないですみたいな感じになってますだからまあ、お手入れとしても外してカチッとワンタッチで取れる。まあでも楽ちんですね。楽ちんなお掃除です。ただもただもう拭いてもらうだけです。だから見た目もかっこよくてお掃除もしやすい。うん、これおすすめ。おすすめ。アリアフィーノ。アリアフィーノが私は一番のおすすめです。見た目もやっぱかっこいいですよね。はい。ちなみに俺自分ちもアリアフィーノ。やっぱねこれ掃除しやすいし。はい。やっぱかっこいい。かっこいいですよね。うんうん。それはあります。が結構ご提案の段階とかだと、キッチンとかって標準でいいですっていう風に、換気扇とかなんかやっぱ分からないじゃないですか。なのでもう換気扇とか一般的なやつでいいですなんて選ばれる方いるんですけど、ショールーム来てこういったこうお手入れ方法、あとは使ってるここのシロッコファンの素材、金属のコーティングの仕方とか、実は金額によってやっぱり全然違います、ここの素材が。なるほど。でそれを逐一こう外してってやると大変なので、あのうちでは全部外しちゃってるんですよ、うんうん、すぐに見比べてもらえるように、んうん、そうすると大体皆さんこっちのお掃除楽な方に変更とか、うん、あ知らなかったそういうこともあるんですねとか、うん、でキッチンを選んでもらう方もいますね。でももう少し普通の人なんだろう、家作り始めたばっかりの人ってあんまり食洗機のこととか、はい、こういうレンジフードのこととか、うん、あんまりそんな最初考えないじゃないですか。考えないですね。そうでもね、やっぱり長い目で考えると毎日使う部分だから、うん、最初にやっぱこういうのもちゃんと知ってた方がそうですね。で、いいですよね。分からないとか、まあ、うちのショールーム自体もあんまり大きくはないので、うん、全部商品が見れるわけではないじゃないですか、うんうん、ただやっぱりその今って SNS がかなり発達してるので、うん、まあ、現物見れるのが一番なんですけど、うん、YouTube だったりとか、うん、そういったツールを使って、実際使ってる人のブログだったり、インスタグラムだったりとかっていうのを情報収集するのはできるじゃないですか。うん、それのお手伝いっていうのは、まあ、うちのショールーム来ていただいた方には、うん、ここのサイトでこういう風なの載ってましたよとか、お伝えをすることできますね。うん、でも、なんだろう、俺もやっぱり採用するかしないかはお客さんの判断になっちゃうけど、はい、なんか水上さんもあるじゃないですか。例えば、標準だ、例えば。まあ、他社のメーカーのキッチンが標準だとしても、実際ウッドアームのキッチンも入れられるじゃないですか。入れられますね。値段もあるけど、やっぱりなんだろう、見てそれで比較検討してた方が、例えば後悔はないですよね。後悔はないと思う。家作り始まって引っ越、ね、住んでから、うん、こんなメーカーあったんだっていうのって、うん、なんか、そう、かわいそうじゃないですか。かわいそう。そう。だからやっぱり情報はね、知ってた方が。そうですね。うん、絶対いいと思うんですよね。まあでもメーカーさんによっては取り扱いできませんっていうハウスメーカーさんとかホーム店さんもあるんですか。ホーム店さんはないか。ホーム店さんない。でハウスメーカーだと合うかもしれないですね。メーカーさんはあのハウスメーカーさんもねほとんどないかもしれない。あ、そうなの。うん。基本的に大手さんとかでも全部入れていただけるので、ただやっぱ高くはなっちゃうからって言って、なかなかご紹介していただけ
商品名でもその言葉の由来、言葉の由来っていうのが炊事洗濯から来てる、あの炊事をちょっと可愛らしく言い換えた、ね、名前になってます。一番選ぶのが多いのは炊事が一番、炊事が一番多いです。はい、炊事の向こうにある白い取っ手がついてるナチュラル色、もしくはオーク、フレームキッチンかっこいいですよねって言って、2番目かな、ご紹介させてもらったキッチンが1番か2番、うん、でも俺なんかあれだな、ウッドワンって言うと向こう、あの黒むく、はい、フレームキッチンっていうイメージが強い、はい、そうですね。であのキッチンってすごい意外なことにお若い世代の方がいっぱいやっぱ選ぶのかなって思ってたんですけど、ショールーム来られる方5、60代の方とかが多いんですよ。リフォームであれ採用したいで、なんでかっていうと、もうお子様とかも手が離れて大学とか結婚とかでもう家を出てしまったので、夫婦水入らずになって荷物を少し整理したいっていう方があちらのキッチン選びたいっていう方は出てきてますね最近。でもなんかああいう扉がないと収納とかって、はい、みんなどういう風にしてるんですかね。ショールームで伝えてるのは無印のカゴがぴったりなんですよ。サイズもサイズドンピシャでぴったりなんですよ。あ、ピタピタなの。ピタピタなんです。しかも、まあ、色も合いそうです。なんか雰囲気合いそうですよね、無印のね、はい、この無印のカゴ、はい、1890円かな。カッパ多いね。これで、ちょっとこれよいしょ、ドンピシャでハマるんですよ。お、ピタピタ。なのでこのカゴは絶対に買うといいですよって商品で無印ってください。でこちらのちょっと浅いカゴとかなんかだと収納があったキッチンの向こうのアンダーストッカー500ミリ入りますよってお伝えしてたところにドンピシャで入ります。だからなんて言うんだろうな、ガサッともう何も収納の間仕切りがないので、うちのキッチンの特徴っていうのは、うん、そこで分けたいとかって言った時に、うん、このカゴを皆さん活用されて分けてます。あ、長澤さん1個いいですか。はい、質問何点か来てるんですけど、はい、ミーレの食洗機ってこの黒むくは入れられますか。はい、入れられます。45センチも60センチも両方とも入ります。どこに入ります。基本的にはシンクの横、うん、で右利きの方が多いので、まあ、右側にも設置でき、右側が設置標準になってるんですけど、左側にももちろんつきます。うーん、で空いたスペースが収納、収納になります。結構入れる人います。うん、やっぱ食洗機栃木県は普及率かなり高いです。あ、そうなんですね。うん、うんとね、東北仙台の方とかは食洗機の普及は少ないって言ってましたよ。なんででしょう。なんでもう手で洗えるからいい、いらないってやっぱ思われる方がまだまだいらっしゃる。それ田舎をバカにしてます。バカにしてないすいませんでした。私山形出身なんです。あと質問いいですか。はい、キッチン、まあ、この黒むくも水陣もそうなんですけど、うんうん、木の種類で価格って変わりますか。変わってきます。木の種類とあとは扉のデザインで変わってくるんですけど、うん、向こう側に見えますかね、先ほど水野辺さんが映してくれたあのスイージーで説明してた時に正面に木のパネルがね、向こう行きます。ここです、ここです、ね、そうですね、どちらかというと左側の方がいいかもしれない。これが一応木のキッチンの扉のデザインの種類になるんですけど、一番下のフラットのものから上に行くと金額は高くなっていきます。なるほど、はい、一番高いものでブラックウォールナット、まあ、右端のやつですね。そうですね、これが一番高いです。そうです、本当はもう一段上に持っていくべきなんですけど、そうすると私が取れなくなるので並べてます。全部長澤さんの身長シール、はい、私仕様に作り込んでます。これはこれです、ね、そうです、これですね。あ、そうだ、ちょっとさっきの天板のところ、はい、もう一回映してもらいたいんですけど、
これ天板、今あの太一さん悩んでるんですけど、はい、ジンダイとステンレスどっちがおすすめですか？おすすめ、うん、メリットデメリット。メリットデメリット、そうですね、私人工大理石とステンレスだとしたら、そうだな、価格帯にも、価格帯だったりとかいろいろ要素はあるんだと思うんですけど、おすすめはステンレス。それなんで、はい、やっぱり木のキッチンに合うっていうところがまず第一、うん、で2番目の理由が、確かにステンレスって傷はつく、うん、で手垢もつく、うん、水垢も目立つっていうのがあるんですけど、逆を返せば人工大理石って傷があっても目立たない、汚れがついてても目立たない、それってなんかこう不衛生だなっていうのがちょっと私の中であって、あとやっぱアクリル樹脂、プラスチックも噛み砕いていってしまったプラスチックなので、うん、マスタード、ケチャップ、あ、着色します、着色します。で、激落ちくんなんかでこすってもらえればある程度落ちるんですけど、深く深く染みちゃうとやっぱ取れないっていうのがあるので、飲食店とかね、うん、あのコックさんとか、うん、そういうやっぱレストランとかが全部ステンレスっていうのは、業務用って絶対やるんですよ、ステンレスですよ、ね、衛生的なことを考えてプラス長く使うことを想定してるので、飲食店で確かにジンダイって見ないかも。見ないですね。そういうのを考えちゃうと、私はステンレスをおすすめしてます。タイジさん、ぜひステンレス天板のキッチン。バイブレーション。バイブレーションがおすすめです。これがバイブレーションですね。こっちがバイブレーション。で、こっち側がエンボス。エンボスとバイブレーション。エンボスとバイブレーション。傷で言うと、バイブレーションの方が目立ちにくい。目立ちにくいです。最初からこう、細かく円状に。丸い形に傷がついてるので、こっちの方が目立ちにくいですね。あともう一種類、ちょっとここにサンプルないんですけど、ヘアラインといって、さっき見ていただいたアリアフィーナのレンジフードのようなつるっとした質感のもの、こういう仕上がりがヘアラインというものなんですけど、このタイプは使い込んでいくとバイブレーション仕上げになってきます。あ、拭いたりしてると、あの、なんていうの、ちょっとこう硬いものとか、うん、天板とか、うんうん、お鍋ズルズルってやったり、まな板置いて物切ったりとかっていう作業で結構傷はもうついてくるので。なるほどね。はい、そうすると、このいいですか、質問、はい、この取っ手なんですけどこれ取っ手も選べますかって。取っ手も選んでいただけます。ステンレスの取っ手のものと、あとは向こうにある白い取っ手のもの、これですね、こちら。あと正面なんかにもあるんですけど、黒い取っ手も選べます。で、それ以外にオプション取っ手で、うん、これだけ、そのようですね、はい、バリエーションがあります。知らなかった。あるんですよ、オプション取っ手の一番の人気が、ちょっとここに入りきらなかったので、一番人気クイズしましょうか。あ、じゃあ一番人気クイズ、岡場に君のクイズ、これこれ、あ、シンプルな、かっこいいやつ、そうかっこいい、これはすごく人気です。これとこれ、あ、これも、これもすごい人気ですね。あとはやっぱ今ね、これ実際袋に入ってるんですけど、真鍮の取っ手、触ったところからどんどん色変わってきてしまうので、一つ一つこう袋に入れて、で施工の時もここの部分っていうのはもう職人さんとか私たちも絶対触らないので、ファーストまあ、タッチはお客様が第一番になるように、うん、袋に入ったまんまこっち、ね、やっぱそう、こうなんかね、家族と一緒にこう変わってくるっていうのがいいですよね、うん、これ取っ手によって金額って変わります、はい、変わってきます。一番安いもので1000円程度のものから、うん、
一番高いものでこれ、1万2000円。あ、一番高いのこれなんだ。1本。何本使うんですか。大体5本です。6万ぐらい、うん、それぐらいになっちゃいますね。で、こっちだと9800円。こちらの方がちょっと安いです。これは生地というもので、一番人気のものと比べるとゴールドっぽいような質感のものです。あ、中澤さん質問。はい、こうやって今途中から、はい、見られてる方だと思うんですけど、はい、どちらのメーカーさんのショールームですか。ウッドワンのショールームになります。ウッドワンです。人と言えばウッドワン。ウッドワンです。ウッドワン、ウッドワンのスイージーというシリーズのキッチンのご紹介をしてます。さっきのすみません取っ手なんですけど、はい、ご質問で、雑貨屋さんで買ってきた取っ手をつけたりすることはできますか。できます。ウッドワンのキッチンは扉の面材が、面材って言っても分からないかな、ここの扉の板の部分が本物の木なので、ここの穴の加工を工場でしてこない。現場で穴を開けて好きな取っ手つけてくださいっていうこともできます。あ、じゃあ最初に扉あ取っ手なしでっていう選択もできる。 できます。あ、それいいですね。はい、やっぱそういう人もいます。います、います。あの雑貨屋さんで奥様が働いてて、自分のお家のキッチンにこれつけたいって思ってたんですって言って、それを実は持ってこられた方とかもいらっしゃいます。ああ、いいですね。それできるの、やっぱ木だからできるってことですね。そうですね。やっぱりこう傷とかがついてしまうのが怖いとかっていうような、やっぱ木だからこそできることも多いんですけど、木だからこそ傷とか、先ほど見てもらった汚れとかっていうのは、やっぱり皆さん一番心配されるところにはなってくるんですけど、うん、もちろんやっぱり生活の中で小傷、傷っていうのはどうしてもついてしまう、うん、ただキッチンなんかに傷がついて、そこにお醤油とか油が染み込んでしまうのって不安だったり、やっぱり嫌じゃないですか、うん、そうなったら他のメーカーさんにはない大きな特徴っていうのは、一度面材削ってしまいます。あの紙やすり、サンドペーパーで、うん、でホームセンターとかでウレタン塗装っていうスプレーとか液体のものを販売されてます。ツヤなしタイプっていうのを買ってきてもらって、ご自身でこう100円均一とかで売ってる絵の具の筆とかでペタペタペタって塗ると、もうメンテナンス終了です。だからやっぱり長く使っていく。え、なおさんこれ、はい、このシンク、はい、これ人材じゃないですか。人工外壁です。どうしてもらっていいですか。これ結構お客さんに聞かれるんですけど、うん、これってなんか汚れとか、はい、そういうのってどうなんですか。ついちゃいますね。ついちゃう。そんなにあのすぐすぐはもちろんつかないですよ、うん、ただカレー食べてこびりついてるから、うん、そこの部分でお水浸しといて、まあ、3時間とか、うん、半日ぐらいつけっぱなしにしときましたってなると、うん、下ちょっとターメリック系の色になってる、うん、あ、それは落ちます、はい、すぐであればあのこう液をつくんで、やっぱりこすってもらえれば落とせます。キッチンとかもやっぱりあれですよね、そのなんか耐久性というか、ある程度リフォームしながらっていうのも、はい、うん、少しずつ直しながらとかにはなってはいくとは思います。ドアさんはあれですよね、あのリフォームとか、はい、そういうお客さんにももちろん、はい、キッチンって扱ってますよね。扱ってますね。むしろ最近あの新築工事のお客様がうちのキッチン選ぶっていうのがもうほぼ 9.5 割ぐらいだったんですけど、リフォームとかリノベーションとかで採用したいんですっていう風に、うん、増えてるんですか。増えてきてます。キッチンって大体寿命っていうか、なんかそういう交換目安みたいなのってあるんですか、はい、一般的に言われてるのだと20年から25年って言われるんですけど。あ、そんなに持ちます。うん、それはウッドワンさんは。いや、他のメーカーさんとかも多分そんなもんじゃない。メーカーさん10年ぐらいじゃないですかね。確かえ、そんな寿命短いんですか。こ交渉はまあもちろん10年で買い替える人いないです。はい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 、はい、うん、そうなんだ。一応あのウッドワンとしてメーカー保証をしてるっていうのは基本的には2年間なんですよ、うん、ただキッチン自体の寿命は無垢材なので、先ほど私言ったように汚れれば削れる、うん、で、もう一回塗り直しができるとか、それこそ本当、まだうちのキッチンこれ発売するようになって10年目なんですよね。なのでやっぱり25年使ってる人いるんです
っていうふうにはまだお伝えができないんですけど、もう優に使っていけるんじゃないのかなと。もしって言うんだったら IH 壊れちゃったから買い替える、入れ替えますっていうことも対応できるし、食洗機とかもね、水洗とかも交換はできるので、本体はそのまま、こういったちっちゃいパーツの部分だけ直しながら使ってていただけるかなと思います。あと質問が1個来てましたね。はい、クロムクのキッチンに戻りますが、キッチン購入する人は天釣りもセットで購入されるかと思いますが、天釣り、天釣り今ちょっとないんですけど、釣り戸棚のイメージだと、あそこのハワイの絵、あの電子レンジの上にあるこの棚板ですね、こういったものも商品として持ってるんですけど、これがここの壁じゃなくて天井から吊れ下がってる、ちょっとおしゃれなこうダイニングバーとかに行くと、あるようなですね、ワイングラス。あ、そうです、そうです、カタログに載ってました。載ってますね。あ、ほんとね、そっちじゃなくって黒ムクのカタログ、ちょっと後でお見せします。でもこれかっこいいですよね、やっぱね。うん、でも絶対つけるっていう方、うん、絶対つけるわけではない、つける方が多いわけでもない気がする。どっちかっていうとこれ壁付けっていう商品なんですけど、天井だと2メーター40センチが一般的な高さで、このクロスがピーッと線入ってるの分かりますかね。はいはい、ここのあたりがだいたい2メーター40センチなので、2メーター40センチにこれをつけても手が普段届かないじゃないですか。長澤さんは特にそう。私はもう無、絶対無理、絶対つけ絶対つけないなのでこれ、ここの壁についてこういったマグカップとか普段使うスタメンが揃ってるっていう、スタメンがまあ使う食器って大体決まってますからね。決まってますね。もちろんこれも私の身長に合わせて取り付けてます長澤さん、でも切って、はい、やっぱ色焼けしますよね。していきますね。ちょっとそれはすぐにご用意ができるので、パネルを持ってきます。秀子さん、コメントありがとう、質問ありがとうございました。もうあっという間に1時間経っちゃいました。あら、早い。下とかの方が分かりやすいかな。これちょっと着色したカラーのものを持ってきたんですけど、この2つ、ナチュラル色とアイボリーというお色になります。これ、5年経過してます。あ、同じ木なんですね。両方とも同じ木ですね。こっちかな。あ、アイボリーでも結構変わりますね。変わります。なのでこう最初のこの色を後ろからひっくり返すとね、新品の色なんですけど、やっぱり表面に出てる色っていうのは全然色違うので、これもムクのキッチンの楽しみの一つかなとは思います。家具ですね、あのスイージーは、うん、キッチンという作業場を見に来るっていうよりかは家具を見に来てもらうような感覚です。まあ、家具ですね、確かにね。はい、あーっと残り時間があと57秒56秒となってしまいました。あ、これ1時間1時間でそこまで使い切ったことなかったから分かんなかったけど、 あれ、めじめさんギターいや、ギターは今日はやりません。今日はないです。いや、本当にたくさんの質問ありがとうございました。ありがとうございます。本日は宇都宮市元井前住にある、ショールーム、ウッドワンさんのショールームからお届けしました。来週もこの時間でインスタライブやりますので、また来週もチェックしてください。来週のテーマは未定です。